手ポーズ半端ないんじゃないか、それっておかしくない、逆に首を切られる事件もあるね、考えるほどだみたいなのは揉め事としてよくある、うん、結構有名な先生たちって自分で塾開くんですよ。これは面白い話ですね。それでは始めました、藤井ちゃん。さあ、今回もですね、井上先生においでいただきました。どうもよろしくお願いします。はい。灘卒、そして東大行って弁護士、うん、超エリートなんですけど、ちょっとね、予備校業界について聞いていこうかなと思って。なるほど。まあ、お詳しいのはそちらですけど、ね、客観的に見て、予備校業界って、搾取の構造なんじゃないのっていうのですね。予備校の先生がですね。そうですね、予備校講師たちって搾取される存在なんじゃないかっていうのをね、うん、ちょっと言っていこうかなと思います。皆さんはですね、外から見てて、気がつかないと思うんですけど、中から見ると僕のせいで予備校業界ってすごいことになってますいろんなことがすいません私のせいでいろいろと変わってきてて、多分まあ私が矢面に立って火だるまになって、後ろから成功者がいっぱい出てくるんじゃないですか。そうですね、あるあるですね。私のおかげで若手の講師たちでも成功できる道みたいなのが多分今作られつつあるってことです。そんな感じはしますね、さっきの話、はい、だから多分10年後とかにすごい感謝されるんじゃないかなとそういう歴史上の人物いますね、そうです、画家とかにもいますからね。まあまあね、予備高校生たちが YouTube に入ってきたりとか、まあそうです、先駆者ですもんね。そういう目に見える形では起こってるんですけど、うん、いやもっと本当はいろんなことが実は起こってるんですけど、うん、予備校ってですね、やっぱり搾取構造半端ないんじゃないかっていうのをちょっとですね、うん、聞きたいんですけど、うん、まあ例えば夏期講習とかやるじゃないですか、うん、それでまあ人がバーッといると、あれこれ一人一人の額考えるととんでもない額入ってんなって思うんですね、うん、で別にその講習やって額が変わるわけじゃないんで、報酬のね、そうです、うん、3人だろうが100人だろうが、うん、僕らに同じ額しか入ってこないんで、それっておかしくないってちょっと思うんですけど、さらに言うとですね、うん、まあ私 T 神というところにいたんですけど、 T 神ね映像授業なんですよね、うん、で1回取ってしまえば終わりなわけですよ、うんうん、だからまあポッとお金がちょこっと入って、うん、でそれがずっと何年も何年も使われていくわけですよね、いわゆる1000人とか何千人っていうレベルになるわけですね、うんうん、でそれがずっと使い続けられる、うんうん、これおかしくないってそうですね、僕も外の人間ですけど、はい、まあ、単純な感想みたいになるんですけど、はい、多分昔って人を集めてくるのは予備校で、はい、先生は授業する人と、はい、いうことだから3人しか来なかった時と100人来た時の、うん、その100人来たのは誰のおかげか問題で言うと、はいはいはい、まあ、もちろんスター先生のおかげもあるけど、うん、広報の方が何億も払ってるんで、うんうんうん、まあまあ会社のおかげですねということで基本的に給料が一緒っていうような整理だと思うんですけど、うんうん、まあ、その後ですね、カリスマ予備校教師とか出てきて、うんうん、もうもはやどの塾に移転しようともその先生がすごいから人が来ますみたいな、まあ、そういう時代になってくると、はい、まあ、そうすると当然その歩合制があった方が公平ですよねと、うん、なるほど、我々弁護士の業界でも固定給の事務所と完全歩合の事務所とハイブリッドの事務所と、はい、まあ、グラデーションあるんですけど、うんうん、予備校業界はおそらく完全固定から歩合に近づいていってるんですけど、実態が、うんうんうん、でも給与水準は変わってないからスターの人ほど搾取されてる感じがあって、なるほどなるほど、売れてない人は売れてないけど一応最低給料もらえるということで、ちょっと遅れてるんじゃないですかね、なるほど、サラリーのシステムの変更が、うん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 、そうですね、具体的になんか分かりやすい数字で、例えばじゃあ1個の授業やって1万円とか、うんうん、そうですね、若手の人とかそれぐらいしかもらえないって人も多いと思うんですけど、うんうん、じゃあ講習になりました、うんって言って、まあ、5コマあるわけですね。じゃあ、 まあ分かりやすくちょっと数字2万にしたとして、うんうんうん、2万円を払ってると、うん、で生徒が100人いると、うん、ってなると200万円あるけれども5日で自分は5万円しかもらってない、なるほどなるほど、そういう状況になってますね。それを見越して1万円の時に結構血を流しながら会社が払ってるのか、もともと1万円でも会社には利益あるのにさらに利益を取ってるのかっていうのはまあ変わると思うんですけど、なるほどなるほど、どん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 俗人的な先生のおかげで人が来るっていう時代になってるんで、うん、まあ、そういうこと YouTube とかもあるので、うん、寸大っていう看板に引かれていくというよりも、うん、寸大のなんとか先生で行く時代なので、はいはい、その授業で上がった収益に比例したサラリーっていう方が、まあ、これ交渉事ですけど、なるほど、まあ、先生の力も強くなってきてるんでね、うん、交渉したらいいんじゃないかなと、まあ、あとさっきやった映像のやつは、うん、めちゃくちゃ大きいターニングポイントなんで、はいはいはい、まあそこで、まあ、ロー組があるのか知りませんけど、うん、交渉すべきだったんじゃないかなと概要がありますので、あれが今までと同じようなちょっとボーナスみたいな感じでいくのか、先ほどおっしゃったみたいに何年も使われる話なんで、うん、2倍3倍の話じゃないはずなんで、そうですね、映像授業としていくんだったら再生回数に比例するとかサラリーを大きく変えるチャンスだったと思うんですけど、まあ、そこはその時の人たちが、まあ、ある種なあなあというか分かんないですけどね、だから映像だと2倍になるって言って、それでお2倍ももらえるのいいじゃん
って思っちゃったんでしょうね。例えば、じゃあ5万円ぐらいになったとして、それ5万になったとしてもですね、5日間で午後25、25万円もらえるってなったとしても、この2万円払ってたもの、まあ、2万でもないんですけど、エゾ事業高いところは高いんで、その2万円だったものが1000ってなった場合、2000万と25万って言ったら、またさっきよりもはるかに払える。そうですね、そこはもう賭けなんでしょうね、うん、そう、全然再生されずに消えるやつもいるので、はいはい。個別交渉ってないんですか？あるところもありますけど、個別にその額は変わりますけど、うんうん、でも歩合にならないので、結局はなんか引き抜きの時に給料上がったって言ってましたよね。あ、はいはい、そうですね。だからまあ個別に自分はもうこれ認めてくれないならどこか行くぞみたいなことを言うと、個別にサラリーは変わる可能性もありますし、ただそれは逆に首を切られる危険もあるんで、面倒せえやつみたいな、ね、そうそうそう。で、ただですね、すごくいいポイントが実はですね、ありまして、なんで僕が弁護士に言ってたの。一人の先生が映ったらって言ってたじゃないですか、うん、これ面白いことがありましてね、うん、結構有名な先生たちって自分で塾開くんですよ。あ、独立ですね、はい、うん、でも独立すると人が集まらないってことがすごく多いんです。意外と T 神とかの看板はやっぱ大事やったっていう。そうですね、そういうこともあったりするんで、河合とか駿台とかにいるときはバーン、うん、なるけれども、うん、自分でやり始めたら売れてんでダメだなっていう。ああ、だからそれまさに芸能界とかと一緒ですよね。吉本のなんとかっていう芸人の時はすげえ売れてるけど、はいはい、まあ、揉めたりして独立したりするじゃないですか、はいはい、ただ宮迫さんとかみたいに、はい、それでも人気のある人は、うん、吉本よりも本人の力がすごいんですけど、はいはい、まあ、独立してった人の中にはもう中津飛ばずの人もいて、うん、それはもう吉本のっていう釜が強かったってことなんで、うんうんうん、予備校業界はまあ外から見てると先生のカリスマ性がめちゃくちゃ高く見えますけど、うんうんうん、やっぱ看板が強いんですかね。看板も実は強いんだなっていうのが。確かにな。その、ここまででも動画見てない人たちは全然ここまで見てないと最終的に褒めるっていう。ただ予備校ダメじゃんみたいに言ったように見えちゃってますけど、実はそうそう、ここまでちゃんと動画見てください。自習室とか、そうそうそう、なんかあった時の保証とか、そうそうそう、経済的な体力的なところで言うと大手のね信頼感あるかもしれない、ね、そうなんですよ。授業だけじゃないですもんね。そこなんですよ実は、うん、動画途中でも見んのやめちゃった人はなんかまたもう見てず予備校ですって、俺が矢面にって言ってまた炎上してるって言われてるでしょうね。そう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 、実はそこって大事なんじゃないかって、単純な考え方ですね。予備校講師の単純な考え方を今やりますね、うん、あれ今100人いてこれ2万だったら200万俺に入ってくる、5日で200万入るものが俺10万しか入ってないよ、うん、じゃあ自分でやった方が良くない？まあでも100人集めるスペースを用意することはできないけど、まあ20人入れる部屋用意してそれで2万だったら40万入ってくる、倍になるんだっていう、うん、甘い考えで動いちゃう人も多かったりするんですね。まあ、それめちゃくちゃシンプルな考えでね、そんな気がしますけど、それだと来なくなるわけですね。そうなんだ。ネットワーク効果みたいな話で100人も来るから行く人もいると思うんで、はいはいはい、20人かいっていう、100人呼べる講師やからすごいなって引きずられてくるんで、はいはいはい、独立したので20人でやりますって言われれば20人呼ぶ人みたいになってあんま来ないかもしれない。そうなんです。少ない方がなんか一人一人見てくれて嬉しいとか、そうそうそう、添削とかするときにめっちゃ並ぶわけですね、今、うんうん、生徒がいっぱいいる状況なんで、うんうん、でそれをやってる時に僕らは別にお金もらってないわけなんで、うんうんうん、いわゆる残業代払え、時間外労働、労働だみたいなのはもめ事としてよくあるわけですね、うん、そういうのを考えた場合に独立した方がいいんじゃないかみたいに言われるんですけど、そうとも限らない。これは面白い話ですね、うん、まあ、弁護士も全く同じなんですけど、はいはい、弁護士の方がまだ独立しても人は来ますね。なんとか事務所のなんとか弁護士って言った時も、はい、そのなんとか事務所じゃなくて弁護士の方の信頼関係でお客さんがやってくる方が重みづけとして重いんで、うんうん、まあ、弁護士は独立するとお客さんが結局来ないってことはあんま少ないんですけど、うん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 、予備校は意外にも看板がでかかったんですよ。そうですね、看板っていうのは巨万の広告費売ってるだけのことありますね。そうなんですよ、うん、いわゆる僕はもうオーナーになったわけです、ね、うん、そうですよね、うん、でオーナーになったら講師には見えなかった費用がいっぱい見えてきたので、通帳見てね、なんすかこれ、めちゃめちゃ毎月払われとるやんみたいな、何費みたいないるこれみたいなね、固定費だったりとか、うん、その宣伝にかかる費用だったりとか、うん、本当にいろんなところでいろんなお金がかかってるので、意外と看板って大事なものなんだなっていうのは、いい話ですね。つまり独立してみたら出身元も含め、そうですね、ありがたかったなっていうことが分かった、ありがたい分っていうのはあるんだ、一人暮らしで分かる母の恩みたいな話ですね。でどうですか、搾取構造ですか？いや、まあ、今の話まで聞くと構造それ自体はそこまで搾取じゃないと思うんですけど、うんうんうん、まあ、人が入らなくても自習室とか大きな箱を持ってること自体が
安心感になって生徒来るんで、はいはい、まあ、その看板使わせてもらってるってことなんで、ただ完全歩合は行き過ぎでも、はい、まあ、少し人が自分のおかげで集まった、それこそ YouTube を別にやって、うん、はいはい、それで人が来たとかだったらもっと跳ねるとか、うん、まあ、その要素は入れていかないと、独立一人でしたから今のような話ですけど、うん、はい、有名スター予備校講師が5人ぐらい一気に抜けて、うん、中規模の予備校を作ったら同じような看板の価値あるんで、だから今搾取とは言えませんけども、もうちょっとさらに交渉できるようにした方がいいんじゃないかっていう気がします。うん、そうですね。で、まあ、どんどん抜けていくと思うんで人は、うん、まあ、いわゆる業界自体も少子化 で、ね、少子化でどんと縮まっちゃってみたいで、どんどん人は抜けていくし、うんうん、いわゆる予備校がもういらないので先生、うんうんうん、だから出てってくださいっていう方になっていくんで、うん、少ない塾の方が生き残りやすくなってくる、うん、そういうのが出てきた時に、だったら少ないところでやっていった方がいいんじゃないのっていうのも出てくるかもしれないですし、まあ、あとは大きいところだとね、全教科対応できたり、 それもありますよね。総合百貨店的な価値ってありますよね。そうだから、ちっちゃいところ行ったらこの教科がないとか、うんうん、これには対応してないとかっていうのが、ね、あったりしたりするので、うんうん、その辺もやっぱり組織的にちゃんとやってるっていう、まあ、住み分けなんでしょうね。大事、総合的なでかいところと個別のところっていうか、そうですね、うん、だから武田塾とかそこは強かったなっていうのは、やっぱ個別でやってるけれども、うんうん、全教科対応とか、確かにそこは、うん、まあ、大きいところではあるから、緩いネットワークみたいな話ですね。そうそうですね、うん、ということで、搾取かどうかちょっと明言できませんでしたけど、はい、てかね、搾取って言いにくいところもあって、ね、名誉毀損とか言われそうなんです。あ、なるほどなるほど。搾取かもしれないけれども交渉しようねっていうね、はい、もうね、うん、なるほど、保守的回答で申し訳ないけど、いや、良かったんじゃないですか。 TikTok 切り抜きみたいな感じで搾取のとこだけ切り抜かれそう、予備校は搾取とかそんなことないですからね、うん、はい、ということで今回ですね、井上先生においでいただきました。井上先生のチャンネルも、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。